ピーター・アイズによる独奏の様子ピアノフェーズは、スティーブ・ライヒが1967年に作曲した2台のピアノのためのミニマルミュージックの楽曲。ライヒがフェーズシフティングの技法を生身の奏者に応用した作品である。フェーズシフティングは彼がそれまでIt's Gonna Rainやカムアウトで用いていた技法である。ライヒのフェーズシフティングの楽曲は多くの場合、二つの同一の音の流れが同期して開始され、その片方がわずかに速度を上げることによって同調していた両者がズレを生じるという形で書かれている。過去にテープのみの楽曲を作曲してはいたものの、ライヒはこれらに関して固定的すぎると感じていた。また彼はすでにリードフェーズにおいて楽器と磁気テープの組み合わせを試していた。そこで1966年の終わりのピアノフェーズではこれと同じ発想に基づき磁気テープと独奏楽器による音楽を書くことになった。2台のピアノが手元にないわけではなかったが、ライヒは当初一人で演奏する楽曲としての作曲を行った。まず第一奏者のパートを磁気テープに録音し、12の音がずれていくように第二奏者のパートを弾いてみたのである。この実験の結果、彼は生身の奏者でも集中することで機械に代わる役割を十分果たせるという確信を得た。さらに彼にとって面白かったことは、前もって演奏内容が取り決められている。この楽曲では奏者が楽譜を見る必要がなく、もっぱら音を聞いて楽しみながら演奏するということが可能だったという点である。こうしてピアノフェーズはライヒが録音と独奏楽器を組み合わせて作った最初の公式作品となった。フェアリー・ディキンソン大学でリードフェーズの初演が行われた1967年の初頭、ライヒと友人の音楽家であるアーサー・マーフィーは2台のピアノの生演奏によってピアノフェーズを演奏してみる機会を得た。これにより、ライヒはテープという機械の助けを借りずとも、フェーズシフティングを完全に再現可能であることに気づいた。ライヒは様々な版を検討して2台のピアノによる最終版に至るまでの1967年3月には4台の電子ピアノによる4ピアノズ4ピアノスと題した版も作成している。これは1967年3月17日にニューヨークのパークプレイスギャラリーにおいてマーフィー、ジェームズ・テニー、フィリップ・コーナーとライヒ自身によって披露されている。ライヒはこの技法をさらに発展させ、バイオリンフェーズ、フェーズパターンズ、ドラミングなどの曲を生み出している。ドラミングはこれまでのところ彼がフェーズシフティングを用いた最後の作品である。ライヒは後に2台のマリンバ用にも改変しているが、原曲より1オクターブ低い音程で演奏されるのが一般的である。一般的な演奏では、およそ15分から20分を要する。最初の部分が最も長く、そして複雑な作りとなっている。二人のピアニストが12音からなる音列をユニゾンで何度も繰り返してそうするところから曲が開始する。12音は3音プラス2音の2つの音の群が合わさって構成されており、これらが16分音符により一定のリズムで刻まれる。最初の12の音列しばらくの後、一方の奏者がわずかにもう一方よりも演奏速度を上げる。そうして前者が第2音を弾くタイミングと後者が第1音を弾くタイミングが一致した段階で、再び両者は同一のテンポとなる。こうすることで、二人の奏者は完全に同じ瞬間に音を出しながらも、曲の開始時とは異なる音を弾いていることになる。この過程が繰り返される。すなわち、第一奏者が第一音を弾いている瞬間に、第二奏者が弾くのは、第三音、第四音というようにずれていき、一周回って、また両者は完全なユニゾンの状態に戻るのである。ここで、一旦、第二奏者は演奏を止め、第一奏者のみが、元の12音の音列を弾いている状態となる。そうすると間断なく、次は8音からなる。同様の音列の演奏に切り替わり、そこに第2奏者が再び加わる。しかし、今度は両者が同時に異なる8音の音列を弾きながらの開始となる。第2の部分の音列またフェーズシフティングが行われてゆく。一周回った後、今度は第一走者が演奏を休止し、もう一方のみが8音を弾き続ける状態となる。一人で8音を何度か奏した後、奏者はこの音列の中から4音のみを繰り返す状態に移行し、これに第一走者が再びユニゾンで戻ってくる。第3の部分の音列、この4音の音列でも一周のフェーズシフトを行ってユニゾンに戻り曲を終える。どの段階においても曲は休むことなく演奏される。以上より音楽は最初の12音の音列をフェーズシフティングのプロセスに適用した結果に生じるものに他ならず、プロセスミュージックの楽曲であるということができる。2004年にロブ・コバッチという大学生が2台のピアノを並べて一人で同時に奏することにより、この曲の一人の奏者による初の演奏を行った。ライヒ自身もこの先駆的な演奏を聴きに来ていた。またピーター・アイズもボールドウィン・ウォーレス大学で単独演奏を行っている。他にはレシェックもジアジェルがこの曲を独奏で演奏している。ありがとうございます。